はい、今回は懐かしいな。覚えてるみんな。ジャンルかペッソット。いたよね、これ能力めっちゃ高いよ。スタミナ18やからね、やばくね。マジやばくね。これね、めちゃめちゃやばい、やばいカード。すごいよね。この人サイドバックもボランスとかも全部やったんかな。ただなんかね、この人すごいなんか真面目やったらしくて、確かね、ユベントスがカルチョスキャンダル、ゆうべの。あれの時に責任を感じてね、飛んじゃったのよ。あるみたいに。芸能人のおったでしょ、飛んだやつ。マンションから。まあ、マンションから飛んだかわからんけど、でもなんか飛び降りたんですよ。で、一命を取り留めても今はね、生きてるんですけど、ちょっとね、真面目すぎる嫌いがあるのかな、確か。現在は、イベントスのアカデミーマネージャー、イベントスで仕事してると。で、イタリア代表歴22キャップ。出てるよね、多分。出てないかな。いや、出てるよな。名選手の中なりの。ワールドカップには出てるね。98年出てますと。で、2002年は出てないね。かなりね、選手としてはレベル高い、素晴らしい選手だと思いますけどね。なんかそんな感じがする。はっきりと覚えてるかって言われたら覚えてへんけど。もともとはミランのエースなんよ。で、いろいろ、転々とシーノ、ボローニャ、ベローナ、トリノ。で、ライバルチームのイベントスと。で、イベントス一筋で引退と。すごいよね。チャンピオンズリーグ68試合、プロ通算514試合。やっぱすごいな、鉄人やな。めちゃくちゃいい選手なんですけどね。なんか飛んじゃったのだけなんか残念だよね。すごく責任を感じたかららしいからね。責任を感じたわけじゃないな。別にこいつが悪いわけじゃないからな。なんか、ゆうべが審判を買収してたんかな、審判員を。で、ゆうべが勝ち点剥奪されてセリエ B かなんかをしてんな。で、それで、なんかこう、なんやろ、落ち込んだよね、なんか。そうそう、なんかそんなことあったよね。はい、まあそんな感じでね、まあ、とりあえず今、イベントスで働いてるということで、頑張ってくれという感じじゃないですか。